僕は、はいはい、選手が来る前にウェイトジムやら室内バッティング練習場に行って、うん、1時間半前ぐらいで自分にトレーニングをして打って、その後に着替えて外に出て、はい、選手が入ってきて一番最後に現れてウォーミングアップにのほほんと言ってたタイプです。それはもう新庄剛志を、うん、あのもう演出してるわけだ。そうなの。うわ、怖、全く俺と一緒やもんね。ここが一番見せたいタイプやもん。一番見せるやん。だから野球選手っていうのは努力もしないのに見せるやん。ほんまに誰が努力してんの。